プリンセスリマスター植木ちゃんのアイドルを欲する心がさらに高まったってことなのかな。そうかもね。あれ？ねえ、あそこ入り口みたいになってない？本当だ。もしかしたらあそこから上に登れるんじゃないかな。あの、行ってみませんか？もしかしたら植木ちゃんが大きくなった理由がわかるかもしれません。それ楽しそう。大冒険だね。行ってみようよ。ペコリーヌ様、キャル様、ニュージェネレーションズの皆様はああ言っておられますが、私たちはどういたしましょう。まあここまで付き合ってきたんだし、仕方がないから一緒に行ってあげましょう。ありがとう。キャルってなんだかんだ優しいね。うんうん、そんなキャルキャルが大好きだよ。私は優しくなんかないっての。暇だったから一緒に登ってやってもいいってだけなんだから、勘違いしないでよね。決まりでございますね。それでは全員で参りましょう。旅は道連れ、ご飯は囲んでですからね。さあ、植木ちゃんの頂上を目指して出発です。なんとかしないと。うずき、ミオ、行こう。うん、私たちの力で植木ちゃんを沈めてあげないとだね。やったー、植木ちゃん落ち着いてくれたみたいだよ。私たち頑張りましたね。あれ、ここ奥に道が続いてるみたいですよ。気になるね。調査しておいた方が良さそうだし、行ってみよう。なんだか強そうな魔物がいっぱいいます。本当だね。けど今の私たちなら大丈夫。うん、今のニュージェネレーションズならどんな魔物も怖くないよ。さあ行くぞ。植木ちゃん、さっきよりも怖い顔をしてる気が。顔はよくわからないけど、危うい感じはするかな。植木ちゃんのこと放っておけないよね。みんな頑張ろう。ものすごい圧力。気を引き締めないと。危ないね。でも負けるわけにはいかないよね。バナアイドルになるためにも。はい、植木ちゃん見ててくださいね。これが私たちニュージェネレーションズの全力です。圧勝だぜ。やっだから顔は、まあいいか。
これからも荒ぶることがあったらいつでも相手してあげるよ、植木ちゃん。かなりの回数戦ってきたね。ちょっと乗ってきたかも。君もまだまだやれるよね。さあ一緒に行こう。植木ちゃんを落ち着かせてあげないと。勝利のピースです。全部あなたの応援のおかげです。ありがとうございます。最高のアイドルに近づけるように、植木ちゃんをアイドルの心で満たしてあげられるように、私これからも頑張りますね。みんな、外、絶景だよ。いいよね、てっぺんって。本当ですね。こんな景色、今まで見たことがありません。記憶は欠けちゃってるんですけど。ねえ、もしかしたらだけど、植木ちゃんは私たちにこの景色を見せたかったんじゃないかな。植木ちゃんが？うん、てっぺんを目指して頑張れみたいな。うまく言葉にできないんだけど。なるほどね。高みを目指す試練、嫌いじゃないよ。だとしたら私たち、この冒険で最高のアイドルに一歩近づけたのかもしれませんね。やっぱあんたたち3人ってアイドルなのね。キャルちゃん？別に大した話じゃないわ。あんたたちみたいにがむしゃらに前向きにてっぺん目指して進めちゃうところが
アイドルに必要な要素なのかもねって思っただけ。褒められちゃったのかな。多分そうだと思うけど。ありがとうございます、キャルちゃん。別に褒めてないわよ。都合のいい勘違いしないでよね。照れたキャルちゃん可愛いですね。まさにアイドル級です。ヒューヒュー。はい、キャル様は私たちの永遠のアイドルでございます。わけわかんないこと言ってんな。マジでぶっ殺すぞ。キャルキャルは可愛いな。それにしても美食殿のみんなとの素敵な思い出ができたし、いい冒険になったね。うん、それにアイドルを目指す気持ちを新たにすることもできたし、これからも立派なアイドル目指して頑張っていきましょうね。おー、この旅でニュージェネレーションズっていうギルドがどういう目的でできたのか分かるような気がするんです。だから私一生懸命頑張ります。急に大変なことになってきちゃった。でも君がいればなんとかなりそうかな。頼りにさせてもらうよ。突然つぼみちゃんが植木ちゃんになっちゃうし、花粉はいっぱい出てくるし、わけがわかんないよ。君の力を貸してお願い。